はいどうも、ひろちゃんです。はいどうも、尾崎さんです。はい、座学のテーマは何でしょうか？今日はもうこちらに書きましたけど、はい、グルタミンです。グルタミン、はい、グル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 、それグルコサミンですね。ああ、なるほど、グルコサミンではないんです。でもグルタミン聞いたことあるんですけど、本当に僕何も分かってないです。あ、本当ですか？だから今日視聴者さんと一緒に勉強していきたい。取ってないってこと？あ、プロテインの中に入ってるとか、なんかそういう知識しか知らないんで。一応プロテインの中に入ってて、はい、飲まれてはいるってこと？飲んではいますけど、詳しくは分かってないんで、ぜひ教えてください。今もう最も僕が取ってほしい栄養素です。あ、そうなんですか？ぜひ、まあ取ってるならあれなんですけど、なんなら個別で買って飲んでくれてもいいぐらい。なんか個別で売ってるのは見たことあります。ぜひ取ってほしい栄養素。まあこれ取ってほしいっていう理由はまあ後ほど説明しますけど、グルタミン、純必須アミノ酸。この前アミノ酸の説明の時に必須アミノ酸と非必須アミノ酸っていう説明しましたけど、はい、その中の間ですね、ちょうど。まあ一応非必須アミノ酸に含まれるんですけど、条件化必須アミノ酸って言われる場合もありますね。なんぞやっていうと体内で生成できるんですけど、まあ、ある条件のもとで必須アミノ酸として取ってくださいよっていう成分で、まあ、このグルタミンに限っては別に生成が困難なわけではないんです。体の中に、特に血液の中にタンパク質とならずアミノ酸単体で浮遊してるんですけど、はい、体内に結構な数が補充っていうか保たれてるんですけど、このグルタミンはいろんなとこで使われて消費量が多いためにいっぱい取ってくださいよって言われてて、純必須アミノ酸って言われています。はい、はい、では次に効果、はい、これですよね、はい、この効果が大事なんです。気になります。まず何といってもこの免疫力の向上、これいいんじゃないですか？コロナウイルスに。そうそうなんです。はい、このグルタミンを取っていればコロナウイルスを防げます。グルタミンを飲んで免疫力が向上することによって、はい、もし感染したとしてもコロナウイルスの症状を抑えたり、はいはい、まあ、無症状にできるっていうことで、ぜひ取ってほしい。かなりいいですね、これ。絶対取ってほしい。いや、もう絶対取ってください。絶対取ってほしい。まあだってとりあえず免疫力ってのはそうなんです。インフルエンザももちろん流行ってますし。そうなんです。もう全部マスク、手洗い、グルタミン、もうこれやってほしいぐらい。なるほど。もう今3種の行為みたいな。免疫のなんていうんでしょう、リンパ球、マクロファージ、好中球などいろいろ、そういう免疫細胞のエネルギー源がグルタミンっていう言われる、はい、まあ理由もあるんですけど、それはちょっとまあ置いておきまして、はい、そこはまた別の機会というか、はい、詳しく知りたい方はまあ聞いてもらったり調べてもらったりして。ウイルス意外ですよね。これは僕も実感というかしてるんですけど、アスリートの方って、はい、よく病気しやすいとか風邪ひきやすいって聞きますよね。聞きます。で僕もまあもうトレーニングする前から結構月一遍ぐらい風邪ひいたりよう病気してたんです、はい、けども僕このグルタミンを飲み始めてからかなり風邪ひかなくなりましたし、聞いてもそうですね、もうすぐ治ります。この前も熱出たんですけど、もう1日でもう鼻水とかも止まって、もうバッチリしたね。かなりこれの効果が出てますね。いやもう本当そう、はい、実感してます。これだからこれ一押しです。はい、はい。で、続いていきますね。消化管機能のサポート、はい、これも腸管のエネルギー源がグルタミンとか、はい、小腸にある重毛が元気になるっていう、まあ、理由もあるんですけど、そこはカットしまして、消化管機能が低下するとどういうことが起こるかっていうと、まあ、食べ物とか、はい、サプリメントとか飲んだ時の吸収効率が低下します。低下するとともに細菌やウイルス、まあ、これもここにもちょっと関わってくるんですけど、はい、まあ食中毒とかいろいろあるんですけど、はい、そういうウイルスが侵入しやすくなるっていうことにもつながってくるんですね。ここの機能が低下すると、はい、でこのグルタミンを取ることによってそこの機能がサポートされることで腸の健康が維持されます。はい、対ストレス細胞、これなんぞや、ね、ストレスといっても、はい、仕事場やら人間関係やら、はい、そんな一般的なストレスだけじゃないです。激しい運動やら、はい、空腹、乾燥、寒暖差、いろんなことが体にとってストレスになってるんですよね、はい、でそのストレスが体にかかった時に使われる成分がグルタミンで、血液の中に浮遊してるって言ったグルタミンが使われるんですけど、そこが足りなくなるともちろん筋肉を分解してまた作り出すんです、はい、もうほんと何でもアミノ酸足りなくなると筋肉から分解して作るんです。そこで、グルタミンを適度に摂取していることでその筋肉の分解を抑制してくれます。これにつながる、はい、まあそういうことですね、はい、ここでいろいろ使われるのをしっかり取ってあげることで筋肉の分解を抑制するっていう、はい、まあそういうことなんですね、はい、他にも効果というと調べると、はい、筋力の向上とか疲れにくくなるとか傷の修復って言われてるんですけど、はい、僕が思うな効果っていうのはここだと思います、はいはい、では次いきますね、はい、もう摂取時のポイント、まあ、いつものことですけど、はいはい、まあ、量としては1日 15g から 40g がいいですよって言われてる。結構差がありますね、15から40って、はい、そうなんです、はい、これプロテインの中にもアミノ酸として入ってるんで、はい、プロテイン取ってる人で大体この 15g ぐらいを目安にって言われてます。だからまあプロテイン飲んでないっていう人はもう少し多めに取った方がいいと思います。で 40g まで、まあ、40g って言ったら結構な量です、うん、そうですね、これはアミノ酸単体ですからね、はい、40g って言うと結構なんですけど 40g までなったら飲んでも、うん、特に悪い影響は出ていませんよっていう研究されてるみたいです。摂取方法、はい、まあこれ肉やら魚やら、まあ、卵、大豆、これ全部タンパク質をよく含んでる食品ですけど、はい、もちろんタンパク質と一緒にこのグルタミンも含まれています。ただこれ熱を加えると変性してしまって吸収がしにくいって言われてるんですね。だからまあここで食べるなら取るなら生がおすすめされています。まあ、もちろん肉を生で食べるとかね、それは一応お刺身やったりとですね、魚やったり問題があるんで、はい、一応そこら辺を考えて、別に熱を通したからといって必ずしも吸収できないってわけではないんで、はいはい、一応生がおすすめですよって、もちろん生以外にもこのサプリメントとして取れますよっていう。でグルタミン単体でも売られているね、はい、その時にこの量1日 15g なんですけど、サプリメントとして飲む場合はだいたい1回 5g、まあ、5000mg で飲むといいよって言われてます、まあ、5から 10g って書かれてるやつもあるんですけど 10g を取るとちょっとお腹を下すっていう場合、まあ、これはグルタミンに限ったことではないですね、まあ、お腹を壊すのはグルタミン特有かもしれないですけど、どの栄養素も一気にとっても吸収できないので出してしまおうとか、もしくは脂肪みたいな感じで溜めてしまおうっていうふうに働いてしまうので、少なくてもダメですけどある一定の量は取った方がいいって言われて、取りすぎも良くないって言われてます、はいはい。で、タイミングですね。 5g で 15g っていうと大体3回なんで、もう食後、はい、食後に飲むのが一番理想的ですかね。これ起床時、寝る前、運動、まあ、どれもグルタミンに限ったことじゃないですね。他の栄養素も基本的には体に補充しておく必要があるんで、寝る前でもちろん寝て起きた後も減ってる状態っていうことで、ね、飲んだ方がいいって言われてます、はい。この運動前後って書いてます。だいたい他の栄養素の時は運動後って書いたんですけど、はい、これ一応前後って書きました。グルタミンの効果としてタンパク質の合成を促進したりっていう効果ではないので、基本的に体に補充してある状態が重要って言われてるんで、吸収に時間もそれほどかからないので、はい、運動前でも特に問題ないですよっていう意味で書きました。ちょっと言い忘れました。最初グルコサミンの話は出ましたけど、はい、似た成分でグルタミン酸っていうのはこれも非必須アミノ酸なんですけど、うん、これはもう別物です。あ、そうなんだ。グルタミン酸といえば昆布とかに含まれてるうまみ成分、はい、ちょっと聞いたことあります。はい、で分子構造はすごい似てるんですけど効果としては全然違う別物なのでご注意ください。はい、こういう素晴らしい効果があって、まあ、監督も買いに行くということで、はい、僕も早くなるためにっていうか、練習無駄にしないために。そうですね、練習風邪ひいたらやっぱ全部な無駄に、全部っていうかマイナスになってる。僕昔高熱出してすんごいレベルダウンしたことがあったんで、本当に体調は崩したくないっていうのがひしひしと分かってるんで、しっかりグルタミンとってこのいい練習を継続できるようにしていきたいと思います。はい、では尾崎さん、今日グルタミンについて説明していただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではまた次回の動画で、はい、会いましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらの方もフォローお願いしますね。ではまた次の動画で会いましょう。